ここは風香る私の領域。その身を切り刻み我が糧としてやろう。うまそうなエーテルだ。私の心を強めて。この技が見切れるか。風のように自由気分。しなやかに、そして強く。この風を。
そう。あの竜のエーテルをもっと食えていれば。もらったぞ。シクショBARBARICCIAを倒せたようね。手下の妖異たちは泡を食って逃げていったぞ。彼女はアジュダヤについて何か言っていたか。そうか、メモリアから記憶を読み取ることもできなかったのだな。だがまあ収穫はあったじゃないか。ゴルベーザたちの一団がアジュダヤについて知っている。そして俺たちはこうして連中に対抗することができる。ゼロの能力ありきにはなるよな。確かに君と出会えたことでここまで調査が進められた。協力ありがとうゼロ。そういう契約だったからな。それじゃ早速お前のエーテルを。これはエーテルが尽きかけているんだわ。メモリアの力を使った反動かしら。こいつを書いた状態で容易に襲われたらさすがに厄介だ。ひとまずあの里まで引き返した方が良さそうだな。私も同意見だ。姉さんの手がかりを得られたからこそ焦って台無しにしたくはない。今回の探索はここまでにして、まずはゼロを治療しよう。